トリグブ・ハルブ・ザンリーは、ノルウェーの政治家、労働運動家、政府交換、著述家である。ノルウェーがドイツ統治下にあった1940年から1945年まで、ロンドンで設立された亡命政権において外務大臣を務めた。1946年から1952年までは、初代国連事務総長を務めた。 現実的で決断力のある政治家として評価されている。リーは1896年7月16日にクリスティアーニアで生まれた。父は大工のマルティンで1902年に家族を残してアメリカに移り、その後の消息は不明である。トリグブは母のフルダや当時6歳だった妹と共に貧しい環境で育った。母はオスロで、 下宿屋とカフェを経営していた。1911年に15歳で、ノルウェー労働党に入党し、1919年に、オスロ大学法学部を卒業すると、すぐに、党の全国初期に就任した。1919年から1921年まで、労働党の機関誌、デッド20でアルハンドレーの編集長を務めた。1922年から1935年まで、 全国労働組合の法律顧問を務めた。1931年から1935年までノルウェー労働者スポーツ連盟の議長を務めた。1922年から1931年までアーカー市議会の執行委員を務めた。1937年にアーケシュフース県から国会議員に選出された。1939年に ヨハン・ニガードフォルド内閣において法務大臣に任命された。その後、通商産業大臣、物資船舶大臣を歴任した。リーは、若年期から社会主義者で、ロシアの10月革命の正期からの賛同者だった。労働党のモスクワ訪問中に、ウラジーミルレーニンに会ったことがある。レフトロツキーがソ連を追放された時には、ノルウェーに定住する許可を出した。 トロツキーを自宅軟禁状態の元無力化して起きたいというヨシフ・スターリンの願いにリーが屈したと言われるが結果としてトロツキーが政治活動を控えるという約束を破ったために国外追放せざるを得なくなった。1940年ナチスドイツがノルウェーに侵攻した際リーはノルウェーの全船舶に連合国の港に避難するよう命令を出した。 1941年、リーはノルウェー亡命政府の外務大臣に任命され、1946年までその地位に留まった。リーは1945年にサンフランシスコで開催された国際会議へのノルウェー代表団に参加し、安全保障理事会規定の起草を主導した。1946年の第一回国連総会ではノルウェー代表団長を務めた。 1946年2月1日、リーは初代国連事務総長に選ばれた。これは大国間の妥協の結果であり、わずかな期間を経たのみで最初の国連事務総長が選ばれた。リーは国連本部を現在の場所にするために多くの献金をジョン・ロック・フェラー2世から受け取り、そこに事務局を設立し、国際連合の旗を定めた。リーは事務総長として、 イスラエルとインドネシアの建国を支援して国連への加盟を認め、特にイスラエルには秘密裏に軍事、外交の極秘情報の提供も行っていた。1948年に旧イギリス委任統治領パレスチナの休戦協定を結んだ際には、朝廷官を補佐する50名の国連警護隊を派遣し、国連初の平和維持活動である国連休戦監視機構を発足させた。 イランではソ連軍の撤退、カシミール地方では戦闘の停戦に尽力した。朝鮮戦争中、韓国側に組みして国連軍を送ったことでソ連の怒りを買った。ソ連は1950年以降国連での会合をボイコットし、彼はソ連に国連に戻るよう働きかけたが効果は低く、最終的にソ連は国連に戻ったがリーの関与は少なかった。リーは フランシスコ・フランコの独裁政権に反対し、1946年12月にスペインをファシストの国として排除する国連決議を採択させた。国境内戦で国民党政府が台湾に撤退した後は、加盟義務を完全に果たすことができる唯一の政府は中華人民共和国であると主張し、中華人民共和国の国連承認を求めた。批判としては、 ベルリン封鎖に対する対応のまずさ、さらには朝鮮戦争を迅速な終結に導けなかったことに対する点が挙げられるが、これはリーが国連事務局において特定の勢力の影響下にあったためとも言われる。また、存在かつ頑固であるという面に関しても言及されることがある。リーの任期が終わりに近づきつつあった1950年、アメリカは D 以外の候補を立てることなど全く考えていなかったが、ソ連はこれを断固拒否した。朝鮮戦争下の対立のため安全保障理事会は完全なる袋工事に陥っていた。11月1日、国連総会はソ連の反対を押し切って賛成46票、反対5票、危険発表で D の任期延長を決議した。その後、 ソ連はリーを事務総長と認めることを拒否し、事務総長宛とするべき連絡はすべて、事務局宛に送付した。また、不誠実なアメリカ人を雇用したとジョセフ・マッカーシーによって、非難されたため、リーは1952年11月10日に辞任した。リーは国連事務総長退任後も、ノルウェーの政治に、積極的に関わった。オスロ・アーケシュフスの知事、エネルギー評議会委員長、 産業大臣、通称、海運大臣などを歴任した。国連での日々を綴った、In the Cause of Peace, Seven Years with the United Nations を、はじめ、数多くの著書がある。1921年に、ヒョルディス・イエルゲンセンと結婚し、ジゼル、グリ、メッテの三人の娘を設けた。ヒョルディスとは1960年に死別した。 1968年12月30日、心臓発作により、家色で死去した。72歳だった。一部の学者は、リーを歴代国連事務総長の中で最下位に位置づけている。外交上の失敗を重ね、国連の名を汚し、しかもほとんど何も成し遂げられなかったというのが、その理由である。一方で、 ロングアイランドの掘ったて小屋のような建物で発足した国連をニューヨークに巨大な本部ビルを構える組織に発展させるなど国連組織をゼロから構築したのは D の功績と言える。ありがとうございます。